はい、今回も始まりましたカズヤの不思議なダンジョン、お送りするのはベースのカズヤとギターのヒデです。はい、よろしくお願いします。あのさ、うん、それ意味あんの？最初のやつ。ん？最初のその T シャツ見せるやつってさ。え、いや俺的にはかなり意味あると思ってる。意味あんの？うん、あのさ、うん、なんつうの、うん、毎回冒険のショーを作るになってね毎回なんつうのニューゲーム的な、そうだね、ちょっと感じだけど、いやこれないの、あのこの違うんだよ、あのん、あなるほど、冒険だから2個選んでるから変な感じになってる、ね、そうだ、こっちを隠せばいいのかな、あでも分かんないか、これが正解、ね、これが正解だね、それが正解、うん、これが正解だ、じゃあ次回からこれで適当はい、はい、はい、まああのそうですね、今日はね、うん、あの雑談をね、華麗なトークをメインに繰り広げようとお送りしようとマジでハードル上げて大丈夫ちょっと思いますが、うん、はい、はい、まああれですね、うん、先日、うん、あの新しいアーシャー撮影なんかもありまして、うん、はい、ね、あの台風11号はあのね、西の関西の方にバリバリ来てる時で、当日はどうなっちゃうんだろうみたいなね、そう感じもありつつ、土砂降りいきなり来ていきなり晴れたりとかね、うん、天気には恵まれなかったんだけど、まあそうだね、室内だから関係ないんだけどね、うん、まあそんなことよかったそんな嵐の撮影になったんでね、嵐を、うん、今回もあのね、ミスミスマッシュと一緒に、うん、やらせていただいて、いや本当に素晴らしい足が取れたと思います、うん、いい感じだな、うん、ちょっとね、ぜひ楽しみにしててください。かっこいいよね今回ね、本当に、うん、かっこいい感じの足ですね、うん、はい、はい、まあ、そんな感じで、まあそう、うん、ユニバース的にはね、うん、まああのサウンド強化月間じゃないけどね、うん、あのなんだろう、夜な夜なね、うん、特に俺とカズヤで行くパターンが多いけど、そうだね、あの、うん、いろいろそのね、アンプの一個一個の設定だったりとかね、うん、結構緻密なね、暗いことやってるんですよ最近。暗いことはなんかね、そうだね、だいぶすごい深夜とかなるまでね、うん、そう、うん、あこの作業意外とね、意外と好きだね俺。あ、ほんと？うん、ならいいんじゃないかな、うん、いや俺も別にね、あの、うん、いいよ、あの、うん、そのね、これをそういうところにやっぱさ、うん、こだわっていかなきゃね、うん、あのミュージシャンとしてダメなんですよ、あの、ね、こんなジュースばっか飲んでたらダメ、お菓子ばっか食ったりとか、お菓子ばっか食ったりとかね、そんな何がうまいとかね、そんなのみんな好きなの食えばいいんだから違うんですよ、あのね、はいはい、所詮あのね、うん、多分ね、どのアーティストもそうなんだけど、うん、みんながその見えてないところをね、うん、その細かい作業っていうのをみんなやってて、うんうん、なんだろう、これは多分俺にしか、メンバーにすら分かんないようなこともあるわけじゃん、うん、はいはいはい、うん、でもそこのね、うん、一個一個の細かいこだわりをね、うんうん、多分分かんないんだけど、うん、分かんないなりに何か、うん、なんていうの、感じるものがあるはずだと、はいはいはい、うん、その実際に分かってなくても伝わるものはまたちょっと違うものになるんじゃないかっていう、うんうんうん、そのこだわり、はいはいはい、はね、やっぱちゃんと持ってやっていかないとね。いや大事だよね、なんかこう、ね、あんま気づかれないようなことでもなんかよ、なんか良かったって言われたりするとさ、そう、なんかにやりって感じするよ、かやって終わったなって、そう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 思ったねそう、まあそんなことやってる、うん、ますよ最近、ひたすら最近は、うん、うん、ああそう、俺髪切ったよ。あ、髪切ったの？切ったよ、結構ね切ってるんだけど、あんまり分かってもらえないことがね、まあ、多いですよ、うん、今の話の流れなのかなあはははそうだね、そうだね、そう、まあ、あんま来たんだね、そう、あのそう、よく分かんなくてもちゃんと
良くなってるんですよ、はい、良くなってるんですよ、うん、で美容院行った時に、うん、なんかねまあ普通にこう髪染めて、まあ、多分1時間ぐらい経ってぐらいで、うん、なんか隣になんか聞いたことある声するぞみたいになって、うん、横見たら春がいて、はい、隣なのよしかも席が隣なのにもう1時間ぐらいお互い気づかなかったっていう、うん、髪染めてたから何なんだろうな、なんか、うん、なんか被ってたとかじゃなくて普通に普通に何だろう隣でバンドの話してるやつがいるぞと思って、うん、そのあこれ春だみたいになってで、うん、春も春でえいたのみたいになっててなんかお互いで春が言うには俺がなんか後から入ってきたんだけど、うん、なんだ存在感がなさすぎて気づかなかったらしいんだけど気配がなかったっていうのは、うん、まあその感じはわかるけどね気配あの消してるよねわざと若干いや若干消してるでしょいやでも美容院とかでもさ消えないでしょだってそのいやねえあのいつの間にかいたの、うん、っていう気づかないことはずがなくてもあでもなんか1時間もいつの間にかいたねってパターンは多いね結構ねまあそうだね部屋とか結構静かに入ることが多くて、うん、楽屋とかそうなんだけどスーって入ってスーっていなくなること多いから、うん、そういうやつかもねだから消してんでしょ笑ってじゃあじゃあじゃああのねなんかサイダーちょっとあれかなっていうなるほどねうんなよく分かったけどまあお互いそんな1時間も続かないもん、ね、お互いそうだよねだ春も存在感薄いってことだよねまあそうだなあそういうことだね、まあ、そういうことにしとこう、まあ、うんそうね、まあ、まあねうん美容院もねうんえ行こうかなそろそろヒデああそっか行ってなかったかそっかいやまあでも行ったけど、うん、結構ねなるべくなら1ヶ月に1回ぐらい行きたいなっていう気持ちもありつつねあなかなか行けない感じだよねいつもねね、まあ、美容院嫌いじゃないけど、うん、嫌いじゃないけど別にそんなに行きたくないできればみたいな、うんまあ、時間がね割とねかかるからね、うん、そうなんですよあのね時間かかるですよ俺特にヒデはだって行くとね、うん、俺朝一で行っても、うん、あの夜6時とか夕方5時6時ぐらいになってるからねそれは7、8時間ぐらい行くんですよだってやっぱハイブリッジかますからそれはねちょっと俺の想像と全然違ったけど本当に1日だから美容院のために開けとくっていう感じ、うん、ねなんか俺の美容院のイメージはこうスタジオとか入った後にその際行くみたいなイメージなんだけどじゃあもうダメダメその日はもう美容院の日にしとかないとなるほどねてか腹めっちゃ減るしねああいやそれやばいよねえそれどうしてるのいつもいやだからしょうがないから、うん、美容院行く直前あのほら、うん、向こうの、うん、現地に着いてちょっとコンビニかなんかで軽いもの食べて美容院行く、うんなるほどね。いやでも、まあ、7、8時間か。まあでも、病院の中で食うわけにいかないもんね。うん。まあ多分許してくれるけど。そんなの、そんな長い人あんまいないからね、多分ね。うん。うん、そうそう。まあそんなのが。そうなんだ。そういう感じっすよ。ここにもヒデのこだわりがありますね。はい。うん。はい。うん、まあそんなのはどうでもいいんだ。あのね。はい。まあそんなね、こだわりが。うん。あのね、見れる舞台ライブがライブ今月、来月結構いっぱいありますよ4月、8月はね、本当にたくさんライブやりますようんうんなんでね、うん、まあ夏休みだしねうんぜひチェックして遊びに来てもらえたらはい嬉しいと思います、はい、そして大阪も行くんでそうなんです、大阪もあるしうんでね、あのまあ、もちろん俺らのライブもそうなんだけど、うん、結構ね、仲のいいバンドといっぱい大バンがあるんでね、うん、だそれも楽しみなんですよね本当にでもねお客さんもきっとなんだろう何回も大バンしてるから絶対見たことあるだろうしね、うん、そっちもちょっと楽しんでもらいたいです僕ははい
というわけで何なんだろうね俺のこの感じめちゃくちゃうさんくさいね。なんかこれ結構俺動画だとなっちゃうんだけど、いやあのね、うん、動画だとっていうかね、基本カズヤは割とうさんくさいから気をつけたらいいよ。あの、うん、だから一緒によくやってるアレンジャーさんとか PA さんとか、うん、あいつの笑顔うさんくさいよねってよくみんな話してるだいたいみんな言うからそうなんですか、うん、うさんくさい、ね、うん、いやあのね表情筋のなさなのかなって最近思ってて、表情筋なんかね割と俺結構満面の笑みで笑ってるよっていう時でも、うん、なんか全然楽しくなさそうだよねみたいな感じで言われる。でもさ、いやライブ中はさ、うん、すげえ自然に笑えてるけどね、なんなんだろうね。ライブは楽しいけど、うん、他は楽しくないみたいな本当は楽しくないみたいな、そうみたいなちょっとじゃあ満面の笑みをちょっと、いや今は俺的には笑ってたんだけど、そう、うん、ちょっとあの今、うん、今はじゃあちょっとニコってしてよ。いやこれおかしいでしょこれ。うん。やっぱダメなんだね。僕はライブじゃないとサクサクなるっていう結論でいいのかなこれも。でもねあの、うん、表現が苦手なだけで、うん、きっと分かんないけど気持ちはね本気だからね。気持ちは本気だよいつも。うん常に、うん、はい。あなんか。ちょっと主張できてよかったこの場で、うん、そうだね、うん、よかった、ね、なんかちょっと暗くなりそうだからちょっとこの辺にしとこうかな今回もお送りしたのはベースの和也とギターのヒデでした。バイバイ、バイバイ。